規定により越前龍馬君の合宿退去を命じます。あっそ、徳川君。徳川さんのこと。越前コーチ、こんなのおかしいっすよ。せや、小姉妹は何も間違うてへん。納得できねえ。騒ぐな、すべてあいつが分かってやったことだ。けど跡部さん、黙らんか。たわけが。待て、越前の給水塔が。小僧、世界をなめるなよ。次会った時あんたを倒すから待ってなよ。小姉妹。小姉妹。ここは施設の出口だが、合宿を放棄する気か。ここにいる意味もなくなったんでな。そんな勝手が通ると思うか。別に通してもらわなくてもいいぜ。俺は俺の思うようにやる主義だ。そうだ、こいつを返さねえとな。あんたが思うそのバッジにふさわしい野郎に渡してやんな。